けど、はい、5分10秒ぐらいで走って、はい、でその次の日から痛くなった。ちょっと早めに走ったから。そうか、うん、早めに走ったから負担が大きくなったんや、うん、でも負担が大きくなったんやけど、はい、なんで負担があるか今分からないでしょ。全然分からない。分からないでしょ、はい、分かってんのよ、まあ、分かっとって話してるわけで、はい、多分岩井さんも、多分じゃなくて岩井さんもそれが分かってるから、うん、ああ言っても無駄やから、口で言うだけでは絶対無理やから、うん、こんな風にしなさい、あんな風にしなさいいうのがあるわけ、うん、それを多分教えなさいって、ここで教えてもらえるのかな、はい、ということで、多分行きたい、はい、どこかにしたの？僕はあの東大阪です。あ、遠いなでもしゃあないな、大阪ここしかないだ、大阪よりか日本でここしかない、うんうん、あのね、はい、もう決まって、はい、ちょっと行くね、ちょっとだけ歩いてね、はい、膝の違和感分かるでしょ、歩いたら、はい、歩くだけでも、はい、歩いたと違和感多少違和感あります、ね、あるね、はいはいはい、こちらでね、肩や右肩下がってね、右肩、はい、右肩、うん、うん、下がってね、こう下がってる、うん、今の骨盤の線でね、新たね、はい、すっごい後ろに傾くよ、ちょっと前です、うん、そうじゃない、足に後ろに、垂直よりか後ろにまだこう傾くよ、はい、だから本当は垂直ないじゃん、変わらない、あ、今でちょっとほとんど垂直、ここぐらいで垂直ですわ、これで垂直ですわ、はい、でもあるだけここで、はい、こんなところ飲んでこう急に出るでしょだからこう急に出るから体にドサンと体重がかかってしまって、うん、そしたらね、なんであなたの膝の裏に痛みが出てくるかっていうのは、本当はこんな風にしないかなと、ここはある時に、はい、指でこう蹴ってみます、蹴ってみます、蹴ってきます、そうなんだ、蹴って、そう、はい、それで帰ってきて、ヒュースで、はい、ここ、はい、はい、もうあと2回だけ、もうちょっとだけさっさと行ってみます、そう、それぐらいで、だいぶ蹴ってるでしょ、結構蹴ってますね、はい、で、今歩き戻って聞いてほしい、もう1回だけ行って、裏の違和感どう？そんなにないでしょ、ないでしょ、はい、だんだん少なくなったでしょ、そう、はい、それ、たったそれだけの、たったそれだけのことやけど、それは一個も分からない。だから、ランニングしてる時にね、はい、足の指の力が抜けてしまった。蹴ってないんですか？蹴ってない。蹴るっていうことは、足の指を使うっていうことは、別に蹴らなくても可能があるんですよ。蹴ると同じような動作せなあかんんだけど、はい、それができてない。あ、それすっごい大事なことや、はい、それで走ったら、今は膝で出てきてるけど、次、股関節に出てくる。腰も出てくる。肩も出てくる。背中も出てくる。首も出てくる。全体に出てくる。マラソン走れないですね。多分、ものすごい疲れが出てくる、途中で。だから、その指を使うということを覚えなきゃ、うん、まあ、アスリートも来てるんだけど、はい、うん、トライアスロンとかしてる連中も来てるんだけど、うん、トライアスロンでももう、とにかく体の疲労、少なく極限に少なくてないからね、うん、そのためにマラソンの項目とかいろんなこと研究してるわけ、うん、ダイニングフォームとか、うん、それから自転車の上にフォームとかいろんなものがある、はい、足の指の使い方知らなくて全然できないから、へぇ、どうやって走るんですか？いや、だから足の指を使って走るだけのこと、だから走り方はあなたの中でいかないんだけど、はい、あの基本的にマラソンで前傾して走るでしょ、前傾せなあかんな、絶対、うん、どっちか言ったらあなたの後傾してこんなもん絶対走らない、うん、まず歩くときにあなた後傾してるのかな、はいはい、まずそれがおかしいかな、歩く過程、歩く スピード遅いけど、はい、前全身移動、前方移動してるわけやから、移動手段やから、これ腹出てるから、で、そんなん関係ない、関係です、関係ない、運動のあなたのその癖のもんだ、うん、だから後ろにこうやってかこう体重かかったまでどんどんこんな感じだ、腹出してる、だからあんまり歩くの得意じゃないな、得意じゃないですね、そこはね、ちょっと今から教える、はい。